チャオ、あっちゃんです。今回も、2017年第1回、あっちゃんに質問コーナー第 6部、いきたいと思います。ではタイマー30分、はい、パンダちゃんの質問です。もし子供ちゃんが高級スポーツカーが欲しいと言ったらどうしますか？自分で買えって言います。あっちゃんもそうやったからね、買ってもらってないからね、全部自分で給料で買ってるからね、うん、で今ねローンっていうのがあるしね、ちゃんと働いてたらローンも取ります。ねえとあっちゃんもねローンで買った、昔ねランボルギーニカウンタックが欲しかったね、昔でもずっと欲しかったんけど、まだなんだ、20代後半ぐらいの時で銀行行ったんで、頭金600万貯まったから、あと400万1000万あればカウンタック1000万、あの時ねもうちょっと安かった時期があったね。で維持費もなんだかんだ入れて1000万ぐらいあったら買えるからって言って、400万貸してくださいって銀行言ったら、400万何に使うんですかって言って、車買うんです、 OK 出た、何買うんですかってランボルギーニって書いたら罰って言われた。で、じゃあいいわ思って、で400万で、審査通して、うん、日産キャラバン買いますって書いたら、うん、OK 通ったんよ。何それみたいなね、だから そんなんだから、うん、スーパーカー買う時はローン通らへんかった。まあ、そんでカウンタックは買えへんねんけどね、その時。まあそんな話どうでもいいんだけど、あっちゃんもスポーツカーとか車買う時は実費で買った。お父ちゃんにね最初の車買ってもらったな、トヨタのねスプリンター。その後はね全部自分で買ってた車はね、うん、だから車っていうのは、買ってあげません。で両免許取った時一番最初にね車を買ってあげることはないけど、まだプーちゃん乗ってたらプーちゃんあげようかな。であっちゃんもうちょっとちっちゃいの、うん、買おうかな。でそのプーちゃんを売ろうが乗ろうが捨てようが自由、まあ捨てるっていうんだったらあっちゃんが捨てるけどね、捨てるしかあっちゃん乗り換えへんけどね、なんていうの、そこ負担かけるのかわいそうやから、まあね欲しいと言えばあげます、あっちゃん今乗ってるやつね。まあそんなぐらいで、その次の車から自分で買えやね。はい、もうそんな甘やかしません。うん、はい。で実家のパパにお願いしても、実家のパパもねそんなね人に買うほど経済力ありません。怒られるわ。まあそんなもんです。はい、うん、今もねゲームとかもねほとんどね自分お年玉とか貯めたやつで買ってんねん。パソコンとかもねこの前もねパソコン欲しいから買ってあげてんけども、ちゃんと返せよって、うん、全額じゃないけどね、うん、ある程度その貯めて、うん、残して返せよって言ったんでね、うん、無期限でいいから働いてからでいいからって言うたんね。でないとね自立せえへんでしょ、うん、はい。次、いちごミルクさん、質問です。はい、自分の生き方、いや違う、自分の生き恥をさらしてプライドなどはないのですか？生き恥っていうかね、生きててね自分に恥じることはまずないね、うん、でどんなことあってもねそういうことって恥ずかしくもなんもないけど、うん、何が恥なんかは分からへんけど、生き恥あっちゃまあね鼻毛ベーって出るのは恥やと思うし、あとなんだろう脇毛がねちょろちょろって生えてきた時に剃ってなかったパッて手上げた時にピッて恥やって思ったりっていうのはあるけども、別にね笑われ近い変顔したりとか、似てないモノマネしたりとか下手くそな歌ったりするのは恥やとも思ってないし、人前で泣くことも恥やと思ってないし、うん、人前でブチ切れることも恥やと思ってないし、なんかわからへん、その恥っていうのがよくわからへんけど、プライドはないね。はい、大したプライドはないね。うん、はい。でポケット Wi-Fi を契約した時に、お子さんの宿題の勉強に必要だからと言ってましたが、それならあっちゃんの iPhone をか、プリントアウトが必要やったんよ。 iPhone からプリントアウトできへんから、うん、なんていうのかな、あっちゃんちのプリンターねそんないいプリンターじゃないからね、Wi-Fi とかで飛ばせへんのよ。なんかね世界遺産の資料を集めてプリントアウトしてレポート出せっていう宿題があったんよ。でだから必要やったん、うん、だからねまあそれでできたからね、あいつ社会ダメなんよ成績で、だからこれからね受験に向けて内心も上げていかなあかんから宿題絶対出せって言われて、特に課題はしっかりせえって言われてたんよ三者面談の時にね。でその時に先刺しといたらよかったんやけど、
あの時期最後までレポートしてなかったんや。タイミング悪い。だから年末までに宿題しとけって言うたのにね。もういや、いらんね、理科とか社会とか好きやねんね、そういうの先やっといて嫌な社会残したんだよ。ダメでしょ。はい、ね、うん、だから iPhone ではダメやったんよ、うん、ただ単なる調べ物じゃなくね、レポートとして出さなかったからね、うん、プリンターが必要やった、はい、本当は自分が動画が上げられなくて寂しいから契約したっていう事実を話してください。まあないこともないけどね、あったらこれね、UQ Wi-Fi ね、2月から3日で10ギガなんだよ。うん、3日で10ギガって言ったら、かなり使えるでしょ。外配信できるのよ。うん。だからそれもあって欲しかったん。っていうか、前にもね、ネット回線切れた時に買う予定やってん。うん、買おうかなと思っとってんけど、ずっとね、で、視聴者さん貸してくれたんね。で、すっごい良かったん。うん。で、助かったし、良かったから、よし、これいつか買おうって思ってたんや。で、トラブルなかったも買おう買おうと思っとってんけども、その必要性が生まれへんかったから、買ってなかったんね。で、年末に、あっちゃんの、年末というか12月に、あっちゃんのバースデーライブするときも、視聴者さんが、ポケット Wi-Fi 持ってきてくれて、カラオケルームからライブしたでしょ。あれやったら、こんな便利なもんやったら、年明けに絶対買うぞと思ってたんよ。思ってたら、こういうタイミングで買うことがあったから、もう買おうと思う。まあそれです。まあどっちにしてもね、お互いみんな使えるしね。でこれ持っとったらね、寮にはあれ渡したのね、あっちゃん使ってた携帯に SIM 入れて渡したのから今使えるんだけど、やっぱりね SIM も、3ギガまでか月ね。でヒカルに iPad 渡したんだけど、 iPad はもう祖父版やねんけど、祖父版の SIM 切ってあるから、もう今 Wi-Fi でしか使われへんねん。だから外行った時使われへんけど、外でも使えるようにこれやったら家族全員楽しめるでしょ。今はね、ネット回線切れてるから、動画上げやなんから1日1ギガ制限かかるから、できるだけまーちゃんも外で上げるようにしてるから、これはね、Wi-Fi に使えたらと思って。今はほぼヒカルが iPad メインで使ったり、りょうが、時々動画見たり使ったりとか、で、あーちゃんも、こう、なんか、今日もまあ質問のね、答え出すのに、質問動画開いたりに使ったりするからね、1日1ギガって自分に言い聞かせて使ってんだよね。で、機能を 9.4 ギガ。0.94 メガ。あ、ギガ。難しいね。記号ね。だから今日は、1.05 ギガまで使えんだけど、今日セーブして、明日ちょっとね、がっつり使いたい予定があるからね。だからそんなんあるから、そういうセーブして使い方をしてんの。うん、で、子供ちゃんもね、そんなに使わへんねん、やっぱり。うん、なかったらないでね、まあいいわ言うて使ってないよね。なんか遠慮してるわけでもないと思うねんけど、うん、で量はやっぱ携帯の方の SIM カード優先してるから、今月3ギガで今15日やったら 1.5 ギガぐらいまで使えるけど、まだ今月1ギガしか使ってへんから、あと2ギガ残ってるわとか言ってちゃんと計算しながら使ってるからね、うん、大丈夫みたいです。はい、楽しいです、いいですこれ、うん、でそれと、学校はネットを使うような宿題は、出さないのに、なぜ子供たちに甘えさせちゃうんですか。いや、ネット使えとは言うてへんけど、レポートを出せって言って、なんかさ、そこで写真とか貼ってプリントアウトして、どうのこうのして出せって例に書いてあんのよ。うん、まあ、今ね、いちごミルクちゃん何歳か分からへんし、けど最近の中学校はそういう課題が出んので、まだオーダーはなってないねんけど、どっかの小学校なんかはタブレットを強制、一人一枚タブレット持ってタブレットで宿題する学校とか出てきてんのよ今も。それも効率よ、うん、もう今だからね、ネット環境がなかったらね生きていかれへん、うん、もう学校も行かれへんみたい、うん、そんな学校多いよ、うん、もうね、時代の流れに乗ってくださいね、うん、頭をねもうちょっと柔軟にしましょうね、うん、あっちゃんもそう思った。このクソガキ連中に何パソコンいんねんって思った時代もあったんよ。違うんよ、今パソコンで勉強するのよ、ね、塾なんかでも今ね、YouTube 塾とかあんねんね。なんかわざわざ塾行かんでも YouTube の動画で塾の先生がやってて、コメントでその質問とかやり取りできる塾とかあんねん。まあ、最先端やね。うん。なら塾行く行き帰り送らんでええし、ちゃんと勉強そこでできるし、
でね、うん、で好きな時間に動画見れるから、好きなことして、合間じゃないけど、その時間帯時間帯、何時から何時までじゃなく、自分で時間選んで塾の勉強できるからね、すごい時代よ。やっぱり時代の流れ乗らんとダメ、うん、そんな感じです。はい、普通親だったらネットで検索しないで教科書やノート見、だからそういうんじゃないってネットで調べんとあかんもんやからね、うん、そうやってプリントアウトしなあかんやつやから、でコメント消して逃げないでくださいね。さっきから何回も言ってるけど、コメントは一切消してません、うん、質問動画はね、うん、もし消えてたんやったら YouTube の不具合か、アップロードの失敗か、ブロックされてるか何かです。はいはい、レオさん、男性ホルモンがゼロなのに髪の毛が薄いのは何なんですか。昔からです。はい、昔から髪の量ね、そんな減ってないよ、昔から。こんなもん、うん、だから昔からこう、昔から毛長かったから、髪の毛こうやってポニーテールにして仕事してたんね、髪、車エンジンの中とかこうガランって絡まった怖いから、でその時からね、こうやってグッと束ねた時のこの指のここのこの太さが変わってない、うん、そんなに。でデコはね、昔からこうやったらね、この指一本分がデコやねんね。それ変わってない。眉毛の眉山から上まで第二関節とのこの間っていうのが昔からそうやねん。指が伸びてへん限りデコは伸びてないと思う。うん、で、男性ホルモンゼロじゃない。ほぼゼロね。うん、全くゼロではないね。時々こう変動するから。うん、でもね、髪ね、そんなに減った感じはせえへん。増えた感じはせえへんけど。うん、です。M さん、フリフリのスカートやロリータ服などを着てお出かけしている自分は、ご自分で可愛いと思いますか。あのね、自分が可愛いかどうのこうのちょで、服が可愛いねんね。服可愛かったらテンション上がる。だから顔は変わることないやん、誰でも。だからね、その可愛い顔してて、こじきっておかしいね、ごめん、この言葉悪いから、なんだ、ボロボロの服着ててね、テンション上がって、わあ私の服かわいい、テンション上がる、これで原宿行くんだなんて思わへんでしょ、うん、でもやっぱりね、ちょっとフリ、いつもよりドレスコーデしたりとか、かわいい服着たりね、フリフリ着たりとか、レースとか着たら、なんかかわいい服、テンション上がるって思うでしょ。で逆に言ったらスポーツウェア、ロリータ着て、さあこれからバリバリバスケットでスポーツするぜって思わへんでしょ。そういう時はスポーツウェア着て、なんか、うん、アディダス着たからちょっと今日バスケ学んだ気するとか、プーマやから今日はちょっと早く走れる気がするみたいな、そんなノリ。で、ね、やっぱりその男の子、女の子、女の子が、まあ女の子別に黒とか青好きな人だけど、男でね、もう言ったら、もうゴリゴリマッチョはね、ショッキングピンクのジャージ渡され、はいこれ着てください。こんなんテンション上がらない、俺こんなんでスポーツの嫌やと思うかもわからへん。でも、可愛いピンクのが好きな人は可愛いピンクで、うわピンクのジャージ着やなんか出て、今日はマラソン走れる気がするって思うでしょ。そんなんと一緒、可愛い服着たらテンション上がるのよ。自分が可愛いかどうのかって言うて、洋服が可愛いから、なんか可愛い気分になれるのね、うん、それがお洋服です。それなかったらね、前2丁の服着とったらいいねね、白のヘインズのシャツと、デニム、うんね、年がら年中それでいいやん。ただなんでわざわざ毎日違う服に着替えるかって言ったら、可愛い服着てテンション上がるからでしょ。うん、それそれ。はい。そしてツイッターでにいつも投稿している自撮りの顔がワンパターンですよね。やはり舌を出すのが癖なんですか。いや、この前も言った通りです。目薬するときに、こうやって、こんなんせぞらへんわ。こうやったら口開くでしょ。口開いたときに自撮りしたら、上から撮ったら斜めに入ったらベロは映るよね。うん。それです。はい。でね、ワンパターンっていうかね、こう撮るよりね、こう撮った方がね、すっきり映るのよ。と、あと、こう撮った顔しか映らないけど、こう撮ったお洋服も映るでしょ。うん、だから、ポーズがね、ここで決まってまうのよ。お洋服まで入れたいから。うん、お洋服入れへんかったらさ、自撮りの顔だけ映って、誰があっちゃんの顔毎日見たいねんちゅう話やん。お洋服、今日はこんなお洋服着てるよっていうのを見せたいから、こっから撮るのね。ほんな顔は自然とこうなってしまうよ。こんなことしてとりあえずおらへんやん。頭の先っちょ見てどうすんねんって感じやん。だから、うん。だから、ワンパターンになっても仕方ないよねって思うの。うん。そちらも可愛いと思う。別に可愛いと思ってへんけど、今日のコーデこれだよっていう写真撮ってんねんね。うん、で、その時に、こんな顔して撮るより、こんな顔して撮った方がいいじゃん。見る人も、なんでお前睨んでんねんちゅう顔より、ニコってしてた方がいいやろ。だから、ニコっとしてんだけど。うん。それだけ。はい、別に何も考えとらへんけどね、うん、
だからさ、カメラ写真撮って、はい写真撮ってって時に、こんなことしてるのヤンキーちゃうねんから。やった方が、なんか、後々残る写真にっこりしてる方がいいやん。せっかく旅行来てんのにって。それと一緒。はい。どこまで言うのか分からへんなったやんか。はい。本当に女性になりたいと思っているのなら、ご飯を食べるときにくちゃくちゃと音を立てたり、叩き箸など、ご飯の時のマナーもしっかりする。あのね、これこの前、あれこれ答えへんだ？この前答えたと一緒やと思うんだけど、女の子は 100% くちゃくちゃ言わしませんか？男は 100% くちゃくちゃ言わしますか？っていうとこ。うん。だから、女やからこうでなければいけないっていうのは単なる偏見やと思う。で、叩き箸別に、あっちゃんはこれで、やってるわけちゃうね。箸の先っちょに汁物とかついたら、ポトポト落ちるでしょ。それがテーブルとかに落ちるのは嫌なんや、あっちゃん。だから、ポンポンポンってやって汁気を落とすのが癖なんよ。うん。なんでかって、あっちゃんちっちゃい時にね、食べてるでしょ。で、食べて、だこっからポトポト落とすでしょ。怒られたんよ、めっちゃ。だったら、パンパンってやって汁気を落として食べるっていうのは癖になってしまったんよ。うん。です、多分。多分ね。癖ってそんなもんやね。自分でやろうと思ってやるんじゃなくて、うん、長年のなんかが、染みついたもんが癖やってあっちゃん持ってるからさ、うん、です。うん。で、しっかりするべきと思います。女の子やからっていうのは、その女性になりたいとは思ってないよ。うん、みんな間違えてると思うけど、あっちゃん女性になりたいと思って、女性になりたいから、これから女性を意識して、女性やと、こうしないといけないな。私はって喋らないと女の子だからなんとかですわなんて思ってへん。別にあっちゃん自分心も体も女性やけど、前も言った通り、もうおっさんみたいなおばはんいっぱいいてるでしょ。おいっていうおっさんみたいなおばはんおるでしょ。それも女性やん。目指す女性がそっちの人がおっても、まあ、別に目指してもやけど、だからどんな女性がおってもええんちゃうのってやっちゃう思うから、別に意識をしてない。だからあっちゃんのこの喋り方も意識してない。だから時々、いやーとか言うのもあるけど、あれは面白いからやってるだけ。ネタです。はい。だからほんまに、あっちゃんが、女の子になりたいか、何になりたいかなんて、そんな通常で、心が女の子やから、素のあっちゃんで生きてるだけなんね。だから素のあっちゃん面白いこと好きやから、いやー、私、アイバミョーみたいなこともするし、うん、時々おもろいからネタでね、あ、こんにちはー言ってやったりもするし、よう、あっちゃんです。みたいな声出す時もあるよ。ネタでね。でも、はい、あっちゃんです。今日のあっちゃんはこんなコーデです。っていうのが、スーなんかな。こんな粘ってへんけどね。まあまあ、こうやって喋ってんのがスーのあっちゃんやと思うんだよね。なんかこんな感じで生きてんのがあっちゃんでございます。はい。ということでね、ちょっと待ってね。あ、はいはい。こんな感じなんね。どこまで言うのか分からんんだけど、あいつかあっちゃんは、常識が嫌いなどとおっしゃってましたが、世間ではそんなことは通じませんよ。あっちゃんのことを分かってくれてるママ友さんとご飯に行くとき、いろんな機会があると思いますが、その時にいつもの癖が出たら大変ですね。そういうところからして女性らしさというものが全く見えませんが、やはり男性ですねって、あっちゃんさんはどう思われますか。男性女性の区別っていうのがよく分からへん。だから男性でも、なよっとして、いやあちゃん今日こんにちは久しぶり言うてくる男の人もいてんねん。おかまちゃうねん。その子バリバリ男やねん。で女の人と結婚してんねん。で子供もちゃんといて普通に仕事してんねん。せやのに喋り方がちょっとね優しいねん。いや久しぶり今日、この前ねあっちゃん見かけてんけどよく声かけへんかってんごめんねっていう男の人いてんねんけど、バリバリ男やねん。であっちゃんのこと知ってるし、あっちゃんもこんなんやってしてるから、同じ世界の、ね、目指したりしてるのってないっていう。俺は男いて。俺男やねん、そんな違うよんってよく言ってんねん。だから男やからってなよってあかんのかってないよ。ちゃんと子供もいてるしね。ちゃんとお仕事をして、奥さんいてるし、奥さん専業主婦でね、ぐらい稼いでる人やねんけどね。そんなんもいてる。かっちゅて、おあちゃん久しぶり、まだ何してんの、最近どうしてんのっていう女の子もいてんねん。ちょっとね、ごっつい、ごっついちか、こう、がっちりした感じで、ね。もいてるしね。だから、ね、だからその、女やからどうであれ、男やからどうであれ、単なる偏見やと思います。そこはね、M さんちょっと、考え直してほしいです。差別につながる、性同一性障害、LGBT。
ね、うん、その辺の差別につながるから、そこはちょっと考え直してもらいたい。で、あっちゃんは別に女の子を目指して女の子女の子してるわけでもないからね。素のあっちゃんが、心が女の子なだけでだから時々おっさんになる時もあるしね、おばはんになる時もあるしね、お姉さんになる時もあるし、お姉になる時もあるし、おかまになる時もあるのよ。それ全てあっちゃんなんよね、うん、あっちゃんっていう生き物です、はい。で、あっちゃんね、常識が嫌いって、別に常識外れなことをわざわざしたいわけでもないんだけど、世間一般常識って言われてることを押し付けられることが嫌いなんね。うん、自分しとったらそれでええやんけって、うん、自分の中の常識でええやんけ。もちろん法を犯したらあかん、人に迷惑かけたらあかんっていうのあるけど、別にね、あの、はっきり言ってくちゃ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 言って、もし食ってね、食って食べてね、嫌な気分になる人はおるかもわからない。それが何が迷惑かったら、その人横に行けなかったら迷惑ちゃうやん。で、それを迷惑やと思わへん人もいてるやん。だから全全ての人が迷惑を被るっていうこと言ったら、あっちゃんがなんだなんだ、なんやろ、その人らに迷惑かかる行為言ったら、雨傘くるくるって回したりとか、そんなことはしたらあかんと思うよ常識外れやと、常識外れ、それはあかんと思うけど、別にだからその喋り方がどうやって、くちゃくちゃ鳴らすのがどうや、箸をチン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 するのがどうやとか、うん、そんなんはね、別になんて迷惑やって、みんなが迷惑じゃなかったら、 なんていうかな、一人迷惑でもあとの三人迷惑じゃなかったら迷惑じゃないし、うん、っていうのと一緒でね。だから YouTube もそうやねん、あの、万人向けする放送なんて無理やねんね、うん、この動画面白いっていう人もおるし、おもろないっていう人もおると一緒で、迷惑やっちゅう人もおるし、迷惑じゃないっていう人もおるね。で、10人中90人迷惑やいても10人は迷惑じゃないっていう人があるから、それはそれであっちゃん OK やと思うんだよ、うん、だからそんな感じでね、あっちゃんは楽しくやれればそれでよしかなと。で、周りのみんなにね、迷惑かけることしたらあかんけど、嫌な気分になるのは気分やからね、うん、その人がその見やんかっただけのことやから、うん、だからそういう常識は嫌いだよっていうことね、うん、それだけのことなんです、はい。で、あと何分？あと8分ぐらいでね、はい、はい、次、いちごミルクさん、あっちゃんに質問、モザイクの件は自分で大人げないと思わないんですか？テレビと一緒にしないでください。大人げないとこなんと思わへん、あの、どのモザイクなんかよく分からへんけど、みんなにモザイクをかけん、あの、世間一般の人とか何番にモザイクかけへんっていうのは法的に問題ないし、テレビと一緒にしないでても、テレビも YouTube もあのインターネットも全て一緒、この世の中は法律でも成り立ってんのね。で、法律の上には憲法っていうのがなんの。で、憲法があって、憲法を逸脱する法律っていうのはないのよ。憲法の中に収まったところから波及したところに法律、いろんな法律ができてるけど、全て憲法に基づいてんねんね。その憲法に違反せえへん限り、日本人は何をしてもいいのよ。うん。で、あっちゃんはそう習ってきてんねんね。だから法律を犯さん限り、それは自由やねん。だからモザイクかけろっていう法律ができたら、あっちゃんはかける。うん。だからそういう法律がないから、法を犯してへん限りあっちゃんはかけへん、それで OK やと思う、うん、ね。でね、何とも大人げないと思う。で、この前ね、あのモザイク動画、大人げないじゃって、あれは面白半分で作った動画。 YouTube ってドキュメント番組でもなく教育番組でもないってあっちゃんいつも言ってるやん。楽しまして OK、 あの動画見てめっちゃ楽しかったいう人がいてる、それだけで OK やね。だからお笑い番組、昨日ね、夜ね、昨日ちゃ、昨日や、夜ね、ビデオ見てたね、なんかあのアマゾンプライムで撮ってあるやつがあって、でタブレットで見ててんけど、芸人がケツ出してケツに指突っ込むねんね下品なね、ダウンタウン松本とかやってて、誰やれ、誰で出てたかな、斉藤さんとかトレンディ、トレンディエンジェルのとか、あのあれあれあれ、ユッキーナの旦那、原西の相方と忘れした とか出てて、ケツ、モザイクかかってるよ、もちろんそんなのあかんから、それは倫理上ダメやからね、うん、それは法律でダメなからモザイクかかってるけどね、うん、そういうのをやってて、うわ気持ち悪って思うけどね、見んかったらええだけのことやし、それもテレビも一緒、
YouTube も一緒、Amazon プライムも一緒、みんな一緒。結局何かって言ったら憲法の中に収まってるか収まってへんかだけのことやから、だから別になんとも思わない。でもそれも大人げないとか、お笑い番組やと思ったら面白いんか知らんけど、お笑い番組でもあっちゃんみたいに見て気持ち悪いらんわってなった人もいてるし、それ見て面白い人がいてるからそういう番組が成り立ってんだと思うんでね。だからその大人げないかない、大人げないどうのこうのっていうのは、あの動画のエンターテインメント性やと思うね。だから何を目指してるか。だからあのモザイク動画出した時にうちの子供は笑ってた。青ちゃうなんでこんなん作ったんって笑ってて、いや冗談半分やられた、もうおもろすぎるわって言って笑ったけどね。だからそうやって笑う人もいて、だから視聴者さんね、今だからいちごミルクさんのように真面目な方の視聴者さんだけじゃなく、やっぱりね4000人から次1万人10万人100万人金の盾まで目指すためには視聴者層を増や広げなあかんのよ。それも YouTube する上の努力なんね。だからあんなバカげた動画を出してみたりとか、ふざけた動画出したりとかっていうのは、他のね視聴者層を広げるためにあっちゃんは必要な行為やと思ってやってます。はい、もちろんあっちゃんはね、あっちゃんの生き様っていうか、生活のさらけ出し動画やねんけど、その中でもやっぱりエンターテインメント性も足していったりとか、ゲームやっていっても、この前、今日もだから今日じゃない、昨日も子供と喋っててんけど、マインクラフトとかやったらもうちょっと若い世代をに見てもらえるんちゃうのっていう話を子供がしてんのよ。でやっぱり両中学生、光る小学生けど、やっぱ YouTube がやっぱみんな見てんねんね、子供ちゃんも。でどんなん見てんのか言ったら、そういうゲームとか見てから入ってくるとか、あとオルタナチャンネルとか見て、いろんなこと実験したみたいなとか、そんなんも見ていくから、そういうのしていった方が、そういうチャンネルとかそういう動画も1日1本とか作っていった方がいいんちゃうのって子供も言うねんね。だからそうやってね、視聴者層を広げるためにはいろんな動画出していかなきゃ。でそうやっていくことに真面目な人は怒りを覚えたりするし、だから女性目線である動画だけじゃなく、男性目線では喜ばれる動画とか、子供目線で見て楽しい動画とか、いろんなのを作っていかないとあっチャンネルって広がっていかへんと思うから、あっチャンネルも広げていきたいから、そういうことやっていきます、これからは。はい、だからね、単なるお真面目動画やとは思わないでください。お真面目動画で見てくれてる人は、真面目そうな動画だけ見てください。チョイスしてね、1日10本ぐらい、これからねネット回線が戻ったら1日10本以上また上げられるようにやっていきたいと思うしね。でその中でも今までみたいにブツブツ切ったんじゃなく、もっとね濃い動画も作っていきたい。編集スキルもね、今動画上げる時間がね、一日丸々上げるんちゃうから、動画触る時間ができてきたから、結構編集スキル上げるために今練習中やからね、またもっともっと面白いことやっていきたいと思ってます。はい、私はお前の動画とコメント欄を365日24時間監視してるぞ。自分に都合の悪いコメントから逃げて削除するのはやめなさい。365日24時間あっちゃん監視する暇あったら、お仕事してください。自分のために、お仕事せえとは言わへんけど、自分のために時間使ってください。ものすごく無駄です。こんなね、奈良県の山奥に住む得体の知れへん変な生物24時間監視しても何の得もありません。やめた方がいいですよ。で、都合の悪いコメントから逃げて削除するのはやめなさい。命令はやめなさい、まず。で、人にそういう喋り方やめなさい。あなたの人格が疑われます。はい、あっちゃん今言った言葉で嬉しくないでしょう。人間ってね、命令口調で言うほど馬鹿げたものもないし、人を見下すものはないのね。で、人として生きていく上で、世の中、命令口調を使うっていうのは、法律では違反されてへんけど、嫌なことです。やめた方がいいです。で嫌われますから、まず。でそれを見て周りの人もこのコメントを見て、あなたのことがくだらない人やと思われます。はい、で質問です。まあそれはどうでもいいんだけど、何でも、批判でも、中傷でもないのに自分に都合の悪いコメントを削除するんですか。50でそんなことをして恥ずかしくないんでしょうか。もうそれも恥というプライドも何もないんでしょうか。哀れですね。まずね、ルールを犯さないこと。
うん、あの365日24時間監視されてるいちごミルクさんやったら分かってると思うけど、あっちゃんの年齢とかそういうこととか明かすのはダメです。50じゃないし、うん、でまあそういうのもね、明かすこともあっちゃんねるでは禁止してます、うん、そういうのをすることによって、あなたを削除しないとダメになる、うん、だからブロックしないとダメになってくるし、うん、あの楽しく動画を見るもん、こうやって365日24時間無駄に時間を過ごしてあっちゃんねるを監視するに値打ちはないよ。うん、でそこまでして楽しいんやったらしてください。楽しくないのにわざわざあっちゃんねる見る必要ないです。でコメント削除するかせえへんか、うん、別に都合が悪いとかじゃなく、まずねコメント、前にも言ったと思うんだけど、コメントね承認制にしてからね、まああのいらんから嫌いやから削除、あの表出さへん場合、コメントがね、でコメント主が嫌いやからせえへん場合、人間やからあります。で見落とす場合、今特にパソコンじゃなく携帯からやってるから見落としとか、ちょっと古いところのぶら下がりは確実見落とすことがある。で携帯やから出てけえへんコメントもある。そんな理由で出てきえへんコメントもあります。であと何やかな、コメントね、あともう一つ最後に言えるのは、ここのチャンネル主はね YouTube からコメントを消してもいいし、捨ててもいいし出さんでもいいっていう権限もらってるから、その権限を行使しただけです。はい、だからあっちゃん嫌いなコメント消しても別に全然問題でもないでしょ、うん、それがチャンネル主なんです。したければ自分もチャンネル持って、動画上げて好きにコメント削除したりしてみてください。はい、であとねさっきも言ったけどね、恥っていうのは分からへんしプライドはないです。はい、哀れかどうか、哀れっていうのは人から見て哀れむんじゃなく、自分が哀れだなと思ったら直せばいいだけのことやけど、人を哀れやと思うことによって自分の心がすさむだけでございます。はい、っていうのでね、もう別にいちごミルクちゃんしつこくねそんなことしてたらね、別にブロックしてもいいんだよ。だからそれをせえへんだけのことやけども、それができんのもチャンネル主なんです。はい、腹黒い黒いあっちゃんで今日はなんか終わりそうやねんけども、まあこういうねネタも挟みながらあっちゃんは楽しく楽しく YouTube をやらせてもらってます。ということで次の質問動画を撮りましょう。では次に続きます。ではまたね、バイバイ。